スコットランドのセルティック FC には、現在3人の韓国人選手と5人の日本人選手がいる。古橋徹号4ユキシュレオ岩田智希前田大然小林龍希ヤンロンジュンクオン6級セルティックはアジア市場が好きだ。スコットランドはわかっている。事業戦略、テクニックのある働き者たち。私は日本と韓国の選手が大好きだ。運動量、規律、戦術理解。運動量、規律は他とは比べ物にならない。それは彼らの日常的な文化に根付いている。欧州南米より安い。素晴らしいビジネス戦略。中村効果。セルティックは極東アジアの才能に欠ける。20人中1人が中村のような選手になったら、それだけの価値がある。中村とは関係なく、すべてポステコグルーのおかげだ。日本と韓国が今になって注目されるようになっただけ。私は日本や韓国の選手が大好きだ。チームのために規律正しくプレーする良い選手たち。中国人選手はいないのか？オーストラリア人が必要だ。矢印アーロン・ムーイ、トム・ロギッチは？矢印アーロン・ムーイは引退し、トム・ロギッチは2シーズン前に去った。彼らは最高の努力をし、素晴らしいサッカーをする。期待を裏切らない。井出口も日本のクラブにレンタルされている。彼らはブルーロックのアニメをたくさん見ている。彼らの名前を発音するのが大好きなんだ。サムライとテコンドー。安くて信頼できる。